だっちゅーの古いな世代出ちゃったな。皆さんこんにちは。わ今日はですね、さきちゃんにプレゼントあります。何ですか？あのさきちゃんがさ、常日頃からさ言ってる悩みがあるじゃん。まさか本当に？うん。逆流性食道炎それもだけど治る薬プレゼント、あんまり言わないのよ、その薬をプレゼントってそう、ありがとう。違います違うんですか？まあ、生放送とかメンバーシップのラジオとか聞いてる方は知ってると思うんですけど、はい、すごいあの貧乳だっていうことをさ、はい、ずっと自分で言ってるじゃない、ま、悩みだって。でそのあの終わりのネタもさ、貧乳ネタで一本作ってるじゃない、うん、なので今回はこちら、はい、おう、何？じゃん。 T シャツ？そう、服なんですけど、はい、ちょっと開けてみて。え、まさか。あついてるやんついてるやんか、おっぱい。爆乳がえついてる。これはですね、はい、あの僕 の, あの学生時代からの友達で、はい、パイパイデカミという女がいるんですよ。あ、元カノ。元カノじゃねえよ。元カノじゃねえ。いや本当にそういうのそういうのネットニュースになるからダメダメ。元カノじゃないです。本当に違う違う。元カノで検索したら出てくる。違う違う、全然元カノとかじゃなくて別に友達なんですけど、うん、親友なんです。さきちゃんも一回会ったことあるじゃん。会いました。あのご飯行った。ね、昔ね、うんうん、本当に昔行ったことある。だいぶ前やけど。そのパイパイデカミがですね、はい、なんとそのグッズを出したということで。あ、デカミちゃんグッズなんや。そうなんだ。だからおっぱい。そう、いただいたんです。それで本当にあのそのパイパイデカミの胸らしいです。うん、え、生？生あんま印刷のこと生って言わなきゃ。そう。いいよねそれ。だってさ、デカミちゃんの衣装もさ、ハート型におっぱいほらくり抜いてある、うん、そう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 、うん、ね、テレビとかだとね、そうそうそう、あの有吉反省会とかでね、うんうん、ずっと出てるけど、もらった、これいただきまして、私に、そうそう、これそうグッズ出したということで、うん、でやっぱさきちゃんはさ常日頃こう貧乳でね、うん、悩んでるわけじゃん。まあね、紆余曲折あったからね。紆余曲折、紆余曲折、うん、ほらアカンサプリ飲んだり乳首黒なったり、乳首黒なったり、あ、なんだっけ、胸がでかくなる枕みたいなの買ったんだっけ。買った買った、詐欺のな寝てる間に電磁波で胸がでかくなるっていう、あ、2万円した、2万円した、リアルな値段だ。そうそう、絶妙に騙される値段だ、うん、そう、でクレーム入れにくい値段でもある。そうそう、確かに絶妙な、そう、泣き寝入りした、泣き寝入りした。あ、だから、そう、だから、まあだからっていうわけでもないけど、うん、これはいいデザインだなと思って。確かに。しかもなんかこう結構こう普段普通に着やすい、可愛いね。そうそう、可愛らしいじゃん。ね、チェックって言うんですか。そうそうそう、でこれあのそのパイパイデカミ、うん、まあ俺普段ちょっとパイパイデカミって呼ぶ方いつもね中井って呼んでんの俺。ああ、本名が中井って、うんうんうん、なんだけど中井って呼んでるから中井って言うけど、うんうん、その中井が普段着てるってね、すごいいい感じでインスタで見たんだよ。かわいい、かわいらしい。腕とかもなんて書いてる。パパ、パパデム、ん、パパピーピーデムピーピーデム、うん、パパでも、いやいや、パイパイでしょパイパイデカミでしょ、 DKM ですから。あ、これパイパイデカミか、うん、さすが元カノ。いや元カノいや元カノだから分かるとかじゃないすごい、あ、いいやん、めっちゃなんか大きいサイズで、いいよね、かわいいね。そうそうそう、ちょっと着てみてくださいよ。行きましょうか。うん、ちょっと着てみてよ。ちょっとじゃあ生着替えを、はい、生着替え来ました。はい、いいですか。あ、どうぞ。はい、お待たせあれすごいな、この T シャツ。お、似合うね。なんかめっちゃ着替え、あれ、ちょっと横向いて、
あの、でかい、でかいな、あれ実際でかい、すごいよね、目の錯覚って、うん、すごいね、なんかそんなでかかったっけ、ダッチューのいや、古いな世代出ちゃったな、古い、あれそんなでかかったっけ、はい、なんかすごい作詞すごいな、その T シャツすごいよね、トリックアートみたいな現象起こってるけどビレッジヴァンガードで売ってそうやいや、本当にその T シャツあるけど嘘つくな、いや、そんな何それ何やったかな、なんかで使ったやつ何のキャラかも分かんないから何も突っ込めなかったあ、そう、何々かとか言えなかった、ネズミ子のネタやった時に使った人形たち、ああ、どんなネタやってるお、似合う似合う似合う、うん、普通に可愛いね、そのやっぱここら辺涼しげになっちゃったけど、ロンティー、あ、でもなんか、あ、でも、うん、ちょっと離れてみるとなんかそういうピンクのデザインって感じ、あ、これね、うんうん、そのなんかおっぱいおっぱいしてなくて着やすい、そうそう、ね、そのおっぱいの部分が、うん、こうピンク色になってるから、そう、こうやって離れて見た時にこうパイパイ感が薄くて着やすそうだ、ね、お尻かなっていう、うん、いや、その考えはないけどお尻かパイパイの二択で悩むってことはない、似合う似合う似合う、ありがとう、うん、いいよ、これでも普通に着ていけるわ、全然外で着れるよ、うん、おしゃれおしゃれ、ロッティなんか嬉しいね、うん、かわいい、いいじゃないですか、似合う似合う、これはどこで買えるんですか、これはですね、あの通販で買えるらしいです、お、はい、概要欄にリンク入れておきます、はい、はい、ぜひ皆さん、これはさきちゃんが着てない L サイズ、はい、はい、いいですね、はい、どうですかこの爆乳に気分だけでもなった、こんなに簡単に夢叶うって素晴らしいね秒で叶うからいいね、うん、いやそれにしてもパイパイちゃんにまた会いたいね、またね、うん、久しぶりに、いや俺も本当にしばらく会ってないから会いたいなと思ってるんだけどさ、ね、会いたい、会いたい、ああ会いに来ちゃいました、ほんにこんにちは、パイパイデカミです、うわーすげえ。会いに来たよ。わー。ありがとうございます。いやいやいや。ありがとうございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。本当何年ぶりだろうぐらいの。ね、2年ぶりぐらい。ぐらい。嬉しい。そう、ちょっと自分でも来てます。えらいもんやっぱちゃうな。嬉しい。なんか直線がさ。あれって。本気とちゃうんやけど。私あの S なんで。ちょっとタイトに着てるのもある、あ、そうね、そうね、ルーズに着てるからか、そうそう、ルーズに着てるから、そうそう、タイトに着たらもっとな、確かにな、オーバーサイズ、オーバーサイズの、うん、というわけで、実は着てましたっていうやつです、はい、はい、お邪魔しますずっと近くで見てますめちゃめちゃ笑いこらえんの大変だったでもやっぱ元カノをチャンネルに呼ぶってやっぱどうかしたの、いやだから元カノじゃねえだろ本人が言ったらリアル、やばいやばい、違います、この気まずさを楽しもう違う貴重、はい、というわけで、はい、パイパイデカミがなんと我が家に来てくれました、はい、お邪魔してます、はい、というわけで次回パイパイデカミといろいろ話そうという、はい、動画に続きますので、はい、よかったらチャンネル登録して次回の動画をお楽しみに、はい、はい、というわけでさよなら、さよなら、で大学のサークルに私がなぜか入って、そう本当にもう親友、稲垣咲ちゃんに似ててめっちゃ可愛いねみたいな感じで言ってるときに、本当にいいやつだったし、私もゆりやんこと大好きだけど、本当にモテてなかったからさ、その中で。